特殊遊撃モビルスーツ小隊ホワイトディンゴの的確な判断によりアリススプリングスは無傷で連邦軍の占領地となった。これによりアリススプリングス攻略を第一目標としていた第一主力部隊レッドポッサムは警備に必要な最小限度の兵力を残して二分し、一方は北部攻略のグリーン行きどなえ、もう一方は南部攻略のイエロークオッカに合流するべく移動を開始する。ホワイトディンゴの面々には戦略的要衝を無傷で手に入れた功績によりアリススプリングスで待機という名目の休養が認められた。はい、勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？私ジャッキーは皆さんのおかげで今日も元気です。さて、皆さんも知っての通り、このオーストラリアでもついに連邦軍による正義の戦いが始まりましたね。しかも開始早々各地で勝利に次ぐ勝利、本当に皆さんお強い。でもこんなことならもっと早くやってくれたらよかったのに、なんてそんなわがまま言っちゃいけないよね。ごめんなさい、これからも頑張ってくださいね。ジャッキーも応援してます。それではここで一曲。そんな時、電撃的な報道が世界中を駆け巡る。北米カリフォルニアベースの陥落、連邦軍は北米大陸におけるジオン軍の最大拠点カリフォルニアベースを陥落させ、通信衛星を使って全地球的に放送した。放送は複数のチャンネルで流され、どのチャンネルもリポーターらしい人が興奮した声でがなり立てていたが、その映像だけでも十分なインパクトがあった。北米カリフォルニアベースの奪還に成功した連邦軍の勢いはオーストラリアでも同様だった。南部攻略に当たっていた第三主力部隊イエロークオッカもアデレードの奪還に成功。これに伴いホワイトディンゴもまたレッドポッサムの分隊と合流して南部への侵攻を開始する。結局戦争は彼らをそれほど長く休ませてはくれなかった。アスタロス。
この間合いなら仕掛けるぞ。チャンスを無駄にはしない。攻撃行動に移ります。いやー、安心の重装甲、やっぱ新型はいい。ターゲット捕捉、オアシス戦闘行動に入ります。
守勢に入れば押される。仕掛けるぞ。この状況を打開する一手は。さあ当たってくれよ。あれよ。オアシス、戦闘を開始します。